俺なんかおかしくなってね。え？え？あれ？もしかして私たち入れ替わってる？君の全然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 君の全然前世から僕は、え？あれ？何がどうなってんだ？お前が俺で？俺がお前で？え、本当にこれどういうことこれ？わかんなくなっちゃった。誰が誰？これ今。はい、ではこの方々でやっていこうと思いまーす。よろしくね。よろしくね。はい、なんかさ、いや、まず言いたいこと2つか。いや、まず今年最後の青鬼ごっこでお前を見つけてしまったことが嫌だし、俺の会員でこのスキンを作った人がいるっていう事実が今バレてしまったわけだから、ちょっと嫌だなっていうのと、ごめんって本当に、本当気をつけろおめえ、気をつけろおい、分かってんのか？おい。痛そうって。痛そうやな。よろしく、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 よろしく。ラスト、盛り上がってこう。うおー。スタートー。よろしくね。さっ、何十人かお前。はい、よかった、嬉しい。最後ぐらい活躍するか。最後ぐらい活躍して終わるか。ガチで見せつけてやんよおめえら。活躍してかつ脱出もする、これが男の生きる道。鍵は鍵、鍵は鍵ないの？こんな鍵ない？こんな鍵ないことある？まさかおめえ入れてないわけ？うちのレウクラードなめんなよおめえ。はあ、うちのレウクラードがそんなミスするわけねえだろ。こんなん全部取って死んでる？なあね。お、誰だむの？おい。なんでさきちゃん照れてるのこれ？あ、打ち直した。あー、ジョンプジョンプ、おいおいおい、高信？お前、
本当にそういうこと。ファン。はい。ほらー、ハリー、ほらー、ほんまにおめえ、レウさん、そういうことする人だとは思ってなかったのに。悲しいよ、俺は。俺は悲しいぜ。ああ。これ、去年もじゃなかったって。え、そうだっけ？チャンス！チャン！持ってんじゃねえか、おめえ！えっと、ガー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 。ああ。ああ。ああ、レッツゴー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 、ああ、よーし、踏めー、踏め踏め踏め、よーらー、オッケー、すん、あーはぁ、なん、あ、ガチでガチで、おらーい、ここしかねえ、ここしかねえ見せどころ、俺の見せどころはここしかねえ。待ってください、今のはちょっと近寄りすぎましたね、完全に。今のはちょっと本当に本当にちょっとクリアしたすぎてちょっと先行してしまいました。いや、はい、明けおめじゃなくてはい、明けおめじゃない。おい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 、来たぜ俺の時代ってやつがよ。あ、ちょちょ違う違げーんだ今の、確認しに戻ったんだ今の、なんて書いてあるか確認しに戻ったんだって今吸い込まれていったって、ちげーんだよ今のはあ、なったなーと思って何書いてあるか見に行こうと思ったんだって。ガチ、これはこればっかりはガチドドちゃん、あーおーい、ドドめー、ど、ちょっと待ってくださいよー、ちょっと待ってくださいよ、ドドちゃん、おーい、ほんまにやーまーねー。まあ今年もいろいろあったけど、青鬼ごっこが結構ね、今年は飛躍の年となって、俺はなかなか嬉しかったぜ。うん、まあ、2018年もね、変わらずやっていく予定なのでね、まあ来てくれたらなと。締めに入るなって2018年はね、青鬼2の館で鬼ごっこもね、できるということなのでね、ぜひそちらも楽しんでいただけたらなと思ってるんでね。ラッターらしい割り方でいいやんって。はい、切れた。はい、本気出します。
諦めるな。やだお。お前はこんなところで終わるやつじゃねえ。俺の本当の力ってやつを見せてやろう。おめえの本気を見せてやれって。行くぜ。これが俺の2017年のシュッ。まあやはりね、やはりまあこんなもんですよと、これがラッターの本気でした。現場から、おいチンポコポコポコピー頑張ってけ。あー逃げろ、お前が2017年を閉めろ。もうお前しかいねえ。もうお、おえお前、お前お前が2017年を締めてくれるのか？かー来たー、ありがとうございます、ありがとうございます。お前がナンバーワンだ、おめでとうございました。ペン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 ということで、お疲れ様でした。ドーン。トイめっちゃいる。めっちゃいる。ということで、今回のクリア者は、ポテトさん、ドドメイロくんさん、レッドキョウさん、ブルちゃんさん、トンさん、アメレウさん、ポンデコさん、ヘロヘロさん、スパルタンさん、マサさん、N214 さん、アイライトさん、タカノブさん、シグレさん、ブオノさんと、ラダオくんさんでした。おめでとうございます。おめでとうございます。本当に、ありがとうございます。やはり青鬼ごっこ作者、最後の最後に見せつけていったようです。ありがとうございます。